せーの、どっこいセット。よし。お疲れ様です。今回なんですけども、ですね、私ね、スウェット、丸首の方ですかね。そういったものを、もう、10年以上は、もっとかな、もう買っているわけなんですよ。スウェットのことについてね。で、その中でもね、やっぱりパーカーってあるじゃないですか。パーカーね。昔で言うパーカー。今だったらフーディーって言うじゃないですか。で、私もパーカー大好きでしたので、で、その中でもね、やっぱりパーカー類でもやっぱり難点がございまして、それで着なくなったわけなんですよ。ある理由があったわけなんですよ。そのことも含めて、私物紹介という形も、もう含めまして、動画アップすることに至りました。で、まあね、私全然パーカー着てるイメージないでしょう、ぶっちゃけ言いまして。もうほぼパーカーというものはですね、もう着なくなりました。で、そのなぜ着なくなったかという理由と、難点といたしましては、こちらね、あるんですけども、こちらパーカーなんですけどね、あるんですけども、紐があるじゃないですか。もうね、もうこれお約束ですよね。紐ね、あるじゃないですか。で、私ある日突然もうこれもう取っちゃいます。取ってたんですよ。取ってて、で、これをね、着ていく中でね、まず若い時はネックレスを見せたかったわけなんですよね。でもパーカーを着ることによってネックレスが見えなくなっちゃうわけじゃないですか。ね、当然ながらそうでしょ。ネックレス見えないじゃないですか。だから丸首に変わったわけなんですよ。でも私なんだかんだパーカーも好きではございましたので、ちょくちょくは買ってたんですけども、やっぱり難点といたしましては、何回も申すようですが、ここの首周りのとこがですね、汚れてくるわけなんですよ。それで突然買わなくなったわけなんですよ。それが一つで、この上に2点目ね、この上にジャケットを着るといたしましょう。パーカーね、ジャケット着るじゃないですか。で、ライダースジャケット羽織るじゃないですか。羽織った時にパーカーがパカッて後ろにね、出るのが私大嫌いだったわけなんですよ。ライダースジャケットとかコート類のやっぱり襟をね、強調したいという気持ちがあったわけなんですよ。確かにライダースジャケットね、これ着てもいいんですよ。パーカーね、着てもいいんですけども、着ることによってですね、前のジッパーを閉めた時にですね、ここだけがどうしても浮いちゃうわけなんですよね、このフードがね。なので、それでもね、頑張ってね、挑戦して買ってたわけなんですけども、ある日突然ね、そういったことでですね、やめちゃったわけなんですよ。で、今回紹介するのは、そしていきますよー、マコマリアさんのもう見てわかる方おられると思いますけどもね。ね、ギルティーパーティーズね。いいっすよ。ものすごい大好きなんです、私ギルティーパーティーズ。もう何回も言ってるでしょ。ごめんなさいね。で、ここにタグついてるじゃないですか。いいですよね。もうこういうところも素晴らしいところのワコマリアさんの、ものはですね、好きなわけなんですよ。ただヘビーウェイトと言われるようなものはですね、ごっついんですよね。ヘビーウェイトはもうとにかくごっつい。なので、シルエット的にも大きいですので、その点はですね、いいんですよ。いいんですけども、
でここ最近私ジージャン羽織っておりますので、だから私もネックレスを普段つけておりませんので、どう YouTube の動画内でしかあのつけておりません。外出てる時もつけてる時あるでしょ、外出てる時もねつけてる動画のシーンとかあるじゃないですか。それは動画を撮ってるからこそつけてるだけであって、リングもねブレスレットもねつけてるだけであって、実際はつけておりません。申し訳ございません、うん。まあ、たまにはつけてもいいのかなっていう時もありますけども、もうネックレスはほぼつけておりません。私もあの首やられ何回も嘘ですが首やられておりますので、5と6の隙間がないんですよ、うん。それはもう過去の動画で喋っておりますが、頭痛いんですよ。で帽子もかぶってるっていうことです。帽子のコメントも来ました。帽子のコメントに今もなおかつ斜めでかぶってるのっていうようなね、あのコメントも来ましたが、言っておきます、あの私顔ちっこいので、あのね帽子かぶるって言い方では私の表現ではないんですよ。昔私ハットが好きだったので、ストローハットとかねウエスタンハットとか好きだったらね、本当にちょこっと乗っけるだけ、ちょこっと乗っけてるだけです。こんなに深くかぶらないですよ、こんなかぶらないですよ、こんな風にかぶりません、うん。で斜めにしてるのは単なるもうハットみたいな感覚、こうやってねハットをかぶる感覚だから、乗せるかぶるじゃなくて乗せる、うん、そう思ってくださいね。かぶってるんじゃないですよ、乗せてるだけです。はい、なのでね、あの顔が小さいというコンプレックスはございますので、それでねかぶってるだけです。でもね帽子もおしゃれしたわけですので、まあね好きだからかぶってるだけでもございます。はい、でよく帽子かぶってる方はけてる方が多いということでですね、そんなことございませんのでね、はい。であの話が長々になっちゃいましたが、ちょっとお着替えさせていただきますね。ちょっと着てみましょうか。着替えてまいりました、うん、ね。これ着ただけで一瞬なんか若返るような気持ちもいたしますが、子供っぽい感じもいたしますが、まあまあいいんですよ、うん。久しぶりに来たわけなんですよね、うん。まあ、着丈もちょうどいいぐらいですね。ワコマリアさん年式によっては、着丈が長いねオーバーサイズ気味もございますが、こちらはね比較的にね、着丈もねピチッとベルトが見える位置で止まりますので素晴らしいですよね、うん。で話戻しまして、やっぱ首周りがね汚れてくるわけなんです。それが私嫌いだったわけなんですよ、うん。と2点目のジャケットを着てね、例えば何でもいいです、何でもいい、うん、とにかくジャケットを着てね、まあ、ジャケット普通着るじゃないですか。着た時にこのパーカーのフード出すでしょ、フード。このフードを出した時にちょっとね、ちょっとどうですか、まあそんなにめちゃくちゃ否定はしないですよ、うん、否定はしないですが、あくまで私思うことなので、これで締めてしまいますと、例えばですよ、後ろから見た時に歩いてる時にね、こんな感じだと私はですよ、嫌なわけなんですよ。前から見たら、まあ、まあまあまあ様になってるんですけども、後ろから見られた場合ね、それがねちょっとね、あの私は納得いかないわけなんですよ、うん。でもう一つに いい部分はあります。これ着てても首周りぬくいですし、あとは雨の日、どっちで雨が降ってきたなと思ったらかぶっちゃえばいいんですよ、こうやって。これだったらね使えるわけなんですよ、うん。だからね、その点だけはあの私はですね、その点を2点ね、あのいい悪い部分といい部分 を含めてね、それで、パーカーというようなフーディーですか、そういったものをですね買うことはもうなくなったわけなんですよね。
だからね、別にね、いいんですよ。全然いいんですよ、お構いなくで、パーカーはね、フーディーのパーカーは。全然ね、買っても買わないんですよ。私、全然否定はしませんので、人それぞれパーカーが好きだっていう方もおられますので、あとね、学生さんがね、よくね、やってる行為は、ここの中にゴミ入れてるでしょ。ありましたよね。昔ありましたね。このフードの中にゴミ入れたりね、ガム噛んだやつを紙に包んで、ここにね、ゴミ入れたりとかね。それもまたなんかあったでしょ。懐かしいなぁ、ほんとにね。懐かしいよ。懐かしいな。今パッと思いついたんですよ。パッとね、頭の中入ってきたんです。そうゴミ入れてね、懐かしいな。あんなことようやっとったな。なんですか、ね、まあね、まあいろいろとございます。話は今回長々となりました。今回ね、ワクマラさんのフード、パーカーのことについてですね、あくまでも私物紹介も至るんですけども、そういったことですね、私は、パーカーを諦めた理由と、そういった意味合いも含めてね、タイトルはどうつけるかは分かりませんが、動画アップロードすることに至りました。で、またですね、気軽にね、見ていただけたら幸いなのでね、そういった動画も含めてね、いろんな動画も含めてやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。そしたらですね、今回はこれにて失礼いたします。実はですね、今朝なんですよ。で、今日仕事休みなんでね、ちょっとね、なんか食べに行こうかなと思っておりますが、まだ店開いておりませんので、まあ何かどこか店開いとったらどっか入ってね、喫茶店は開いてるから、モーニングセットで食べに行きたいと思っております。それではね、長々となりました。今回失礼いたします。ありがとうございました。よし、モーニングセット食べに行こう。モーニングセット。